はい、ということで今回はですね、はい、淀川桜スタジアムということで、はい、はい、セレッソ大阪のホームスタジアムやってまいりました。やってまいりました。まあユニフォーム着替えましたけど、はい、どうですか？結構似合ってるんじゃないですか？そうですね。ピンク意外とありますか？はい。ということで、はい、これからあのスタジアムに潜入していきたいんですが、はい、今日はホーム最終戦ということで、はい、それと大久保嘉人選手、はい、今年引退という2021シーズンをもって引退ということで、はい、ホーム最終戦ということで、めちゃくちゃ注目の一戦ですね。注目の一戦なので、早速行ってみましょう。今回もスペシャルなゲストに、はいはい、一緒にスタジアムを紹介してもらおうと思って待っていただいてます。はい、こちらの方です。お久しぶりです。お久しぶりです。公認セレオのロランドさんです。はい、ローランドです。はい、視聴者の皆さんは、あのキックターゲット以来ですね。あ、そうですね。はい。お久しぶりです。お久しぶりです。これから、ロランドさんと、はい、ちょっとスタジアムに、そうですね。はい。回らせてもらいたいと思います。はい、よろしくお願いします。あと、アンバサダーに就任した時に、はい、ちょっと工事中で、はいはい、それでコロナ禍もあって、はい、これ完成するのかしないのかみたいなぐらいな感じだったんですよ。はい、だからやっぱこの完成した感じ見ると、ちょっと感慨深いですね。うわぁ、いいな。やっぱよみがえりますね。いやー、よみがえりますね。まあまあ、僕はもう本当緊張の時だったんで、こう上までなかったので、そう、うわー、全然様変わりしてます。すごい。やっぱ結構近いんですね。ほとんどもう変わってます。しかもアウェー席とあのホームのゴール裏の距離が違うっていうのがちょっとアドバンテージを感じるというか。あっち側も行っていいんですかね、タッチライン際。まあ、大丈夫ですか。うわ、これやっぱ近いな。近いっすね。ちょっとあの那須さんのスローインとこに行ってみてください。ちょっとここから見てちょっと近いね。選手ここでアップしてるんで。ゴール裏もいいですか。はい、いいですよ。うわ、これはすごいわ。選手もこっち側で決めたいだろうな。あのよくあのこう膝からのやつあるじゃないですか、はいはいはい、あれってやっぱ結構難易度高いですね。あれはめっちゃ難易度高い、よくやってんなと思いますね。あれね、はい、あの僕やっぱ人工芝多かったんで、はいはい、あれあのやったらやっぱそう痛めるだろうなっていうことがあるんですけど結構綺麗にみんな滑るじゃないですか。皆さんやったことありますか？僕ないです。僕はもうあの完全にこの昭和のポーズでここでやるの気持ちよさそうだけどな、スライディング。そうですね、こっち収容人数ってどんくらい？2万5000。2万5000、はい。今何パーセント収容でしたっけ？今は 50%。 50%、はい。これちなみになんかこう近すぎてサポーターがなんか言ってきた言葉が耳に入るみたいなことあるんですか？ありますなんかメッシがなんかあのねあちらへんからこうキリコンみたいなうるさすぎてありますよ。ああいうのやっぱ聞こえてくるんだ。聞こえます。この近さだと多分スタッフに止められます。止められるんだ。僕も何度かあります。何言われたら傷つくんですか？試合の負けたことはしょうがないとか、はい、プレーでしっかり結果出なかったらしょうがないんですけど、はい、試合とは全く関係ないこと、はい、とか、しっかり見てないことを言われると、はい、リラックス、はい。いやいや、それ違うでしょ。なるほど、なるほど、はい。僕が指導者に聞いたのは、はい、やっぱイングランドとかになってくると観客のレベルも高いから、はい、観客がもう選手に指示出して、はい、右から来てるよとか、はいはい、そういうのをもう言うんだみたいな。それぐらい もうフットボールが文化なんだみたいな話してたんですよ、はい、その観客からの指示でちょっと助かったなみたいなのがありますか？指示っていうより、はい、どっちかっていうと声援ですよね。あ、90分とかロスタイムに近づいてくるんですけど、はいはい、1-0 とかで勝って引っ越した試合、はい、それの、その苦しい場面に、はい、こうなんか声援というか、あ、飛んでくると、はいはい、めちゃめちゃこう勇気を、まあ、そうですよね。もう最高です。あの喜ばせてあげたいっていう気持ちになりますよね。そうそうそう、彼らを、はい、まあ、やっぱ声出ないんで、もう疲れて、はい、疲弊して、しかも結構攻め入れられてるから、そういう時間帯にこうサポーターがこう声出してくれて、すっごい支えになります。そうですね、はい、ローランドさんとセレッソの出会いの試合って何の試合だったんですか？まあ、一番最初はあのトリニータ戦かな、はい、にレフリーエスコートで呼んでいただいて、そっからですね、2年ぐらい前ですかね。そうなんですね、はい、そこからはもうずっとセレッソ一筋で一途なので、でやっぱなかなかホスト使いにくいみたいなところもあった中で使っていただけたっていうのがすごい嬉しかったんで、
セレッソだけですね、今は。選手じゃない方、やっぱそこはエンタメ力全然違うと思う。そこをサッカーに融合させるって、今あの日本サッカーを盛り上げるみたいな、絶対に必要だと思う。それをつなげる役の人が絶対必要なんですよ、はいはい、でそれ元選手側も必要ですし、選手内側も必要なんですよ。僕らいいコンビだよ。いやいや、そうなんだ。ペナとかはダメですか？あ、いいですよ、ペナ。すごい。だから試合ありますからね、はい、やっぱこの舞台はちょっと僕にとってやっぱ夢の舞台なんで、はい、感慨深いですね。最高ですね。最高です。まあこれがペナか。これでもアウェーの PK とか嫌だろうな。で、あっち側で蹴る感じで、ね、いろんなフラッシュバックしてきました。僕は守備者なので、どっちかというとあっちで攻撃でゴールしたのをこう見守ってるっていうタイプなんで、僕駆け寄んないんで疲れるので。ちなみにセレッソと那須さん対戦した時の印象だったりっていうのは、対戦したときは、まあ、結構僕いろんなチーム行ってたんで、はい、いますけど、対峙するのが結構強力な外国籍とかが多くて、はい、アドリアーノ選手来ましたね。選手がフィジカル強すぎて、はい、一回吹っ飛ばされたんですよ。はい、これはもう結構覚えてますね。なんかペナがすげえ近く見えるんだよね。そうですね。調子いい時ってペナが近く見えるんですよ、ゴールとか。だからなんか今日なんとなく調子いい日だな。今日セレッソ行きますね。行きますね。まあでも本当はそれありますよね、感覚的に、体感レベルで。どこのピッチも共通で一緒です。一緒です、はい、一緒なんで。イメージとか湧きます？当時とかゴール入る前とか、はい、僕はあれゴール入る前ってなんか勝手にこうイメージが湧いてくるんです。あ、いやなんか人生で数試合だけ、はい、家であの靴履いた時に、はい、今日行けるみたいな試合があったんですよ。その時やっぱ本当にめちゃくちゃ最高のプレーできるんで、はい、あれなんか何なんですかね、ああいう感覚って。ね、分かんないですね。でもだからそういう試合は下にこう引っ込んだりとか、はいはいはい、何かしたい時とかイメージが湧いた時はそうやりますけど、メッセージ T シャツとかね。そうですそうです、そうです。本番に強いタイプなんだな多分。いや本当こうやってローランドさんとね、はい、ご紹介させてもらえてるっていうのがね、はい、だ かなり感慨深いです。いや僕も那須さんとできるのが。この前健吾さんと、はい、あのサッカーダイジェストのこう対談みたいなのがあったんですけど、はいはい、J リーガーのインタビューってつまんないよねみたいな。いや、はい、もうちょっとやることやって、はい、あの確かにそう、次の試合も活躍できるように頑張ります、ね、はい、頑張ります。あれが面白くないよねあれが日本サッカーをちょっと盛り上げられてない要因なんじゃねえのみたいな話で盛り上がっちゃったんですよ、はいはい。でハーフタイム僕ちょっと喋るんですね、はい、あれ言っちゃったからなんかちょっと気の利いたこと言わなきゃいけないのがあるんですけど、この感じ見たらちょっとね、あの雰囲気が発表されてちゃんといいか見えるかな。今からはいロカルムに、はい、おおすごいすごい、うわすごい、うわうわいいっすね。ドレッシングルームこれ高まりますね。これもやっぱクラブ専用のだからこそのこういうホームチームのアドバンテージ感を、今のセレッソでのこうドレッシングルームの盛り上げ役って誰なんですかね。今は丸橋、はい、松田力、歩夢、この辺ですね。やっぱ絶対大事ですもんね。いや大事です。ムードメーカー的な存在は。那須さんはどういう存在だったんですか。いや僕は、はい、あのムードメーカーが立ってもいるので、はい、それをちょっとタブナーをしっかり、はい、あまり言っておく。あなるほどね。アナウンサーだ。ロッカールームでの思い出とかはあったりしますか。マリノスの高田監督、はい、あはいはいはい、優勝決定戦の時に、はい、前半あんまり良くなかったですね、はい、そしたら、まあ、高田監督のその逃げ気じゃないですけど、はい、もうこの試合だったら負けそうかもしれない、はい、お前何も出してないから俺が全部責任取るからやることやねって。そうなんだ、はい、めちゃくちゃいい話だ。なんかどうしてもやっぱ過緊張に近いじゃないですか。なんか変にプレッシャーで、はい、なんかいつも通りのプレーできなくてっていうので、はい、それで岡田監督のやっぱ元気じゃないです。なるほど。ここはマッサージルームかな。はい、されて、おお、なるほど。こんな感じなんだ。あ、広いですね。広い。一回憧れるのは前半28分ぐらいにレッドカードで対応して一人でここにやってくれた。やってられっかって、ここで
なんかちょっとお風呂でやさぐれたいっていう、そういう願望あります、ね。それだけある。何分でした？30。あ、だいぶ早い。だいぶ早いですね。やさぐれました。やさぐれた瞬間にでもあとやってます。やってます。でもあれってピッチの外から出なきゃいけないから、はい、必然的にベンチにもいられないじゃないですか。あれだからここに来るわけですよ。そうです、ここに来て、ここに痛みながら、やっちまった。お風呂でやさぐれなかった。やさぐれなかった。やっちまったのほうが強かった。これ超プレミアです。プレミアっすよ。これは確かに今シーズンで、はい、ラストのホーム。ラストなんで。いや、本当っすよ。毎回これ、名前とかも順番、あの、ですよね、はい、これ抜けるんです。ああ、なるほど。これ今用意したら前半と後半で変えるんですか？あ、そうですね。手前が前半じゃないですか、この奥が本当の。はい、そうですね。価値のある、価値のある。次の試合もう、あれです、アウェイユニフォームになります。そうですね。うわー、じゃあこれめちゃくちゃ価値のあるスパードっぽいですね、吉田っぽいっていうか、まあ、一足結構用意しますか？用意します。ピッチコンディションで、取り返しとミックスと、あー、ミックスと、はい、フォワードらしいですね、そう考えるとらしいです、ね、僕のサッカーの人って高校時代止まってるんで、はい、僕らはもう本当にあの叩き上げというか、ロッカーなんかなくて外で着替えてとかしてたんですよ、はい、やっぱプロ違うなって思いましたね。そうっすね。いいなぁ、サッカーに集中できる環境がもう整ってくるんですね。インタビューしてみますか？本当に、はい、お疲れ様です。今は何がやられるんですか？あ、これは終わりと、はい、ハーフタイム練習に入った時に、はい、すぐ汗をかけるようにして、あえて濡らして、はい、そうなんですね。ドライヤーこれじゃなきゃ使わないよ、こだわりとか。あ、でもテーピングは、はい、ヨットさんの、はいはい、こだわりのテーピング、あ、あるんですか？見せていただいてもいいですか？その種類を使って、はい、指と手首を巻いてる感じです、はい、手首、はい、はいはい、でしかもテープをこうわざと細く切って、あ、ちょっとこの分だけ、じゃあこの分で、はい、手首に巻くと、はい、まあ、パフォーマンスが上がる、上がるよし、そうなんだ。お守り的な感じですか？それはあるかもしれない。手首ってそんなに物理的にはあれですよ。そうだよ。でもなんかあれ巻いてるとなんか、そうですね、ちょっとフィジカル強そうに見える。こんにちは。こんにちは。ペイロの。はい。ガンバです。あの、ヨシト選手がスパイク一足だけっていうのを、ああ、が言われてたんですけど。中に、何足入ってるんですか？そうです。マックスが6枚いけるんですよ、ね。はいはい。基本的に、もう1試合でスパイクが新しいのを変えてくるパターン。そうなんですか。まあ、新しいのが2足ある。今ピッチコンディション的には どうですか？今日はちょっともしかしたら、そうですね、乾いてたり、でも水撒いたりはするんですよ、はいはい、ちょっと乾いたり硬かったりとかするんで、まあでもやっぱり前の前線の選手は結構固定でやる人が多いんで、そうですね、なんか選手によって自分で磨きたいっていう選手もなんかいる、あ、中にはいるっていう、ね、今で言うと、はいはい、豊川も、おお、結構自分で練習も僕から用意借りて、はい、自分で磨きたい。そこのこだわりはやっぱあるんですね。なんか靴磨くとちょっと頭が整理されるみたいなのもちょっとあるんで、僕も今でも自分で磨きます、はいはいはい、ここにスピーカーがありますけど、うん、試合前は何が人気ですか？結構でも流行りっぽい曲。あ、絶対これ流すみたいなのはないんですね。絶対はないですね。なんかもう全員が比較的分かるような曲を流す。それ誰が選曲するんだろう？ DJ 誰なんですかね？誰だろう？誰だろう？DJ？ せーので言いましょう。はい、せーの、瀬古選手。ああ、いやー、どっちですか？正解、正解は、はい、ちょうど間です。あー、僕一瞬思ったんですけど、誰がナッサン的にこのタスナやってるのかめっちゃ気になるな。やっぱあそこら辺の、あそこの十字台選手、チェケン側と、はい、そうそう、対局のね、対局対角選手。でも今日の大久保選手のユニフォームは、まあ、相手と交換するか、試合後にあの自分のチームメートにあげることもあるじゃないですか。はい、はい、これ予約とかどういう感じなんですかね？その時の気分なんですか？結構作っております。あ、今日のために。いや、まだ特にこう言われてはないんですよ。はい、今日が
本当にまあ会える最後とかじゃないのでチームは。まあまあそうですよ、ね、なのでまあ後でも渡せるホーム最終戦のホームユニフォームです。いやそうです、僕も欲しいぐらいなんですね。もらったことありますか選手から。はそうですね、最後シーズンの終わりとかにちょこちょこ声かけてもらったりとか。ああそう、一番の思い出はじゃあ最後にお聞きしてもよろしいですか。1年目にちょっと優勝に関わらせてもらったっていうのが大変なのはい、まあ、でもそこが強烈な思い出です。ありがとうございます。楽しかったです。いや楽しいです。こちらが VIP ってことですね。清武選手の父からの手紙とかゆかりの品もじゃあここ飾ってあるってことなんですね。おいいですね。あ、これで外出られるんですね、はい、これ飲みながら。これ何人まで行けるんですか。ここ何人。8です。8。これでセレッソ勝ってね、気持ちよく酔っ払ったらもう最高じゃないですか。最高です。なんだかんだ僕那須さんとかちゃんと乾杯ね。いやしたことないです。ないですよ、はい、なんだかんだで強いですか。まあ、たしなむ程度。まあ、たしなむ程度乾杯したいですよね。いやしたいですね。ドラさんはなんかあんま飲まれない。僕はそうです、飲まないですけど結構強いです。強いんです、はい、ここで海外クラブのスカウトが来て商談とかするんですかね。そうですね。佐藤選手いいね、うん、言いながら。でもここはあれなんですか、基本スポンサーさんと。そうですね、スポンサーさん。やっぱりこう観客席から見ると全然また雰囲気が違いますね、うん、そうですね、まあ、新しいスタジアムって感じするな。角度もなんか結構見やすい。見やすいです。この位置でもめっちゃ近いですからね。うん、臨場感ある。ああ大体あの VIP 結構高い位置にあって。確かに確かに。結構その選手との距離は、はいはいはい、あるので。どこで見るのが好きですか。俯瞰してみたいので、僕はまあ守備なんでどうしてもその守備ラインとか、そっかそっか、その微調整の部分をこう見てるので、なるほど。まあこの位置とかすごく見やすいし、僕はやっぱでも自分が好きなチームに関しては、はい、ゴール裏やっぱ好きですね。あ、そうなんですね。熱量を一番感じるというか、まあ、見やすさで言ったらね、はい、本当このねセンターラインの上部がやっぱ一番見やすいですけど。はいはい、応援してるチームだったらゴール裏ですかね。ゴール裏あるんですか。セレッソはもうないんですよ、はい、いつか行ってみたいなゴール裏。あー、え、過去にはありますか。サッカー見に行った。ありますあります。ゴール裏であのアジサルベルディとか。あ、そうだ、ゴール裏で見てて、やっぱああいう感じのなんかそのサポーターの熱気とか、はいはい、トヨタカップでボカとミランやった時に、はいはい、僕ミランのファンだったんですけど、あのミランの席取れなかったのでボカの席でミランの服着てたら、はい、僕子供なんだったのに、もうボカのサポーターが出てけって感じで言われて、そこでやっぱこう南米のサッカーに対しての、ね、熱っていうのも小3ぐらいかなですごい感じたんで、あ、面白いなと思いましたね。あ、それはある意味忘れられない。忘れられないですよ。9歳とか10歳ですよ。そんなちっちゃい子にお前も出てけお前って、あたり強かったんですよ。面白かったですね。サポーターの方ももう入られてますよ。そうですね。フラッグ。フラッグが。こういうのを見ていただきたいですね、選手が。確かに、こんな早くから来てるんだっていうのは。こういう作業があって、やっぱホームスタジアムの雰囲気ができるんですね。そうですね。勝敗予想はどうですか。4-0かな。僕は4-2とかですか。4-2。はい。4-3、4-3。僕は4-2で。オープンな展開。はい。期待しましょう。そうですね。はい。こちらを利用したいことはもうレゼンバーかなってことで、はい、スポンサーになっていただいてということで、メインスポンサールームですよね。ヨドンポさんだから。あ、なるほど。やっぱちょっとさっきのそうですねとことちょっとグレードが、はい、グレードがこちらもまた、あ、はい、メインのメインのちょっとおしゃれになって、はい、ここはじゃあ一席チケット代はいくらの。一席40万ですか。1040払えばもう食べ放題で1040万です。あ、なるほど。あのやっぱスタッフたちに対してのミーティングも行われて、ああいう ね準備があるんですね。はい、うん、改めていろんな人の支えを感じますね。そうですね。あそこにヨシメーターもありますね。191です。いいよな本当に。はい、ということで、今回ロランドさんに、スタジアムをいろいろと、はい、紹介をしてもらったんですけど、この後、イベントが風間さんと、あ、ワンデーフットボール世代だったもうね、ちょっと緊張してますけど冗談言っていいのかなとか探りながら探りながらになるんでね
緊張しつつですけど、まあでも本当せっかくなんでね、はい、楽しみにして、ね、そうですね、グッズショップ後で僕行くんですけど、はいはい、そこで、まあ、視聴者プレゼントでユニフォームを購入させてもらってるんですよ、各グラブ。おお、ロランドさんに誰の選手、そうなってきたらもう今回は大久保選手、はい、じゃないですか。ありがとうございます。はい、主理捜査官の森島です。レジェンド、すごい。今年ホーム最終戦ですね。はい、はい、ホーム最終戦になります。で、ヨシトも最後っていうことで。そうですね、ちょっと寂しいですね。はい、一緒にプレーされたこともあるじゃないですか。18歳であの勢いを持ったやつが、あ、入ってきたなっていうかね、はい、その負けん気と一生懸命さと技術もしっかり持ってたので、はい、やばいやつ入ってきたなって今まではどっちかというとね、はい、若い選手来ても、はい、ガツッといってちょっとプレッシャーかけとかなと思いましたけど、はい、もう逆にあの初めて若手に遠慮した選手が入ってきましたので、まあ、それぐらい勢いがあったというか、まあ、もう勢いありすぎてね、はい、いろんな試合出てなかったり試合出てもすぐ出ていったりとか、ね、回りながら、はい、試合一回退場した時かな、はい、ロッカールームで、はい、あの明にめちゃ怒られたのがあったと思うんです、多分本人に聞いたらよう分かると思います、はい、それをしっかり聞き入れてたんですね、はい、まあ覚えてなかったらやっぱり吉田らしいなと思います。なるほど。まあでも、はい、一生懸命さがもう何より誰よりもね、まあ、そうですね、寂しいですよね、本当やっぱそういう選手がこのピッチを去るっていうのは。こんだけ引退会見もして、はい、最後また試合こう終わった時にやっぱりやるっていうんじゃないかな。誰よりもがむしゃらさも18歳の時と変わってないですし、うん、寂しくはなりますね、本当に、ね、そうですね。スタジアムを撮影させてもらってるので、はい、もう素晴らしいというか、ありがとうございます。何よりも発信力やっぱありますから、ぜひセレスを発信していただいて、ぜひ、すみません。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。森島社長とあのこうやってお話するのはなかなかないんですけど、はい、すごい人柄が出てて。ですね。はい。なんか選手上がりで社長になってる人っていないじゃないですか。そうですね。求心力っていうところがやっぱり、はい、今の一瞬で分かりましたね、はい、ということでちょっとこれからグッズショップに行きましょう、はい、分かりました、はい、なんとヨシトさんのメモリアルボードということで、はい、うわすごいよね。セレッソ大阪から始まり、はあ、セレッソ大阪からマジョルカ、ゴルフスブルグ、ヴィッセル神戸、川崎フロンターレ、FC 東京、ジュビロ磐田、東京ヴェルディ、セレッソ大阪と。那須さんよりもいろんなチーム行ってますね。何クラブだっていう話ですよね。はい、うん、ということで、こちらグッズショップということで、はい、このヨシト選手のメモリアルグッズがね、はい、あるということで、いろんな選手のね、はい、あのファウルマフラーもそうですし、リストバンドとかいろんなものが売ってますので、はい、試合前にね、購入していただいて、試合でこうね、モチベーション上げて、購入していただければと思いますので、モチベーション上げて、はい、こちら、グッズショップでした。はい、はい、実はちゃんとね、自分で言うのもなんなんですけど、大癖がましい体感でできますけど、注目してるんですよ、ね。やっぱり日本にこういうスタジアムがどんどんできてくるのはいいなと思いましたし、あとは見やすいね、すごく見やすい。監督の目線からすると、はい、もうあの監督席と観客席これぐらいじゃないですか、はい、で戦術とかがもう聞こえるぐらいの距離じゃないですか、はい、あれっていうのはやりにくさとかありますか。まあ、正直恥ずかしいですよね聞かれるのはね、はい、だけど、まあ、試合に入ればそうでもないですし、反対に言うとでもね、これだけ近いと、はい、観客の声で選手は聞こえないんですよ、届かないんですよ、はいはい、届いてるようで、だから試合中は意外と指図できないんですよ、指示が ね、ここはここで近いっていうそういう良さもあるけど、うん、やっぱりすごく声の面では、うん、声小さいと難しいですね。なるほど。それがやっぱりセレッソの方ではやっぱり僕は今シーズンはやっぱりヨシトに始まり、ヨシトに終わったというふうに思うんで、うん、彼が来て最初点取りましたね、はい、すごく楽しみだった、うん、そしてまた今回最後にね、ここで彼ユニフォームを脱ぐということですごく感慨深い一年になったなというふうに思います。どっから本当にいろんなことを始めなきゃいけないか、でその環境を作ろうっていうので今みんなでやってます。
エゴイスティックなストライカーがちょっと日本だと生まれにくいっていうところがあるじゃないですか。そういった面でいうとサポーターの皆さんができることって結構その若手の選手がこう経験のためにストライカーで出てきて無謀なシュート打ったとしても温かいシュート打ってあげるっていうのは育成のこう段階だったりいいストライカーを生む中でサポーターができる ことなんですかね。グランドっていうのはルールさえ守れば何をしてもいいところなんだっていうことを、はい、もう少し日本のサッカーはやった方がいいと思うんです。それじゃないとどうしても全てが一緒になってしまう、はいはいはいね、だから職員室じゃないんで、うんうん、僕らの、ね、小学校の時よく怒られてた職員室じゃないんで、はい、やっぱりそこはもう自由な発想でどんどん相手と戦っていいんだって、はい、今言葉も難しいですよね。敵って言っちゃいけないとか、うんうんうん、相手って言わなきゃいけないとか、でも実際グランドだったら敵なんですよ、はい、だからそういうところも含めて、だからやっぱり大久保嘉人みたいな選手もやっぱり欲しいですよね。はい、はい、今トークショー中なんです、はい、なんとなんか急遽呼び出されたんですけど、はい、何事ですか。みんなのマネージャーが来てるということだったので入っちゃって急遽今日は完全あ、そうです。今日は普通に、やっぱりその大久保選手が最後なんで、あ、ちょっとかな。そうですよ。今日はちなみにどっち？いや、はい、ということで、ホーム最終戦、はい、淀子桜スタジアムでの試合ということでセレッソ大阪勝利で終わりました。はい、大久保嘉人選手が今シーズンで引退ということで、はい、引退のセレモニーもあって心からお疲れ様とお伝えしたいですね。まあ、淀子桜スタジアム今シーズンでの試合は終わったんですが、来シーズンもまたねセレッソ大阪としてこう数々の熱い試合を繰り広げますので、まあ、試合前のねサポーターの楽しみ方とかもいろいろね、はい、スタジアムの催し物とかたくさんありますので、はい、皆さんそちらで楽しんでいただいて来シーズンもホームでね熱い試合をたくさん繰り広げますので応援の方もよろしくお願いしますということで、今回淀子桜スタジアムからお届けしました。よしと最後まで、輝き続けて最後優秀の美を飾っていただければと思いますので頑張っていただければと思います。それではまた。